手首の腱鞘炎予防のほぐし方ですが、まず、手でですね、肘の上をつかむような感じで、肘の上をほぐします。こういう感じで肘の上をほぐします。その後、この手根の部分、ここですね、この手のひらの部分で押しながら、圧迫しながら、小指側から真ん中、親指側という感じで、肘から手首の方に向かって圧迫をかけながら繰り返しほぐしていきます。